はい、今日は焼き鳥の生を買ってみました。大きいですね。串がちょっとしか出てません。いっぱい身がついた豚バラにネギマを今から、もちろん焼くのは焼き鳥屋さんでも実際に愛されている焼きグルメです。まずしっかりヒーターを温めてから焼いてください。温度は低いと焼き上がりが悪いのと時間がかかります。しっかりヒーターも網も温めた状態で焼きます。この上に乗せたいと思います。美味しそうに焼けるといいですね。はい、今ストップウォッチにスイッチを入れてみました。お酒を飲みながら焼くのもいいですね。しかし本当に煙がほとんど出ませんね。見てご覧なさいませ。これだけの脂の落ちる豚バラ、それから鶏の皮がついた鶏のもも、これだけ焼いてもほとんど出ないんですよ。間もなく、3分が過ぎました。それではひっくり返してみたいと思います。はい、もうこんなに豚バラの方はきつね色にこんがりと焼けてます。いかせん串がないくらいに刺さってますので、非常にひっくり返しにくいんですけど、だいたい片身3分間で、はい、ご覧の状態で焼けてます。はい、いいです、いい色ですね。はい、間もなく6分になります。片身3分ひっくり返して3分6分になりました。さあ焼け具合を見てみたいと思います。